今日のところ出ました。他の方いらっしゃるんで。手すり持ってね。観光ってごくごく普通にね、地元密着しています。私札幌の人に なりきっています。恋の街札幌、涼しいですよ。暑さ収まってから大きな通りはセコマもありますね。セコマあります。便利と思う。画面のこちらの左に向かうとススキノの雨です。位置をつかまない。バスでなんかしました。場所の位置をつかまないと。確かバス行き先分からず停止しましたけどね。もうほとんどからマスクが、マスクしている方が少ないですね、逆に。私はもう、バカちゃいなね、穴だけ躊躇してもじゃ、何病気うつされるか分かりませんでした。
明日がいくつかみたいんですが、間違えてあれいませんでしょ。見ての通りでよかったです。それが間違いだな。あ、なんか逆方向に。私がなく休憩者と通過します。まあ札幌はね、それはもう先ほど消防自動車もパトカーも、ね、通過してきました。私見つけましたから、これ ここに泊まる、まずはもう食事、ここに並んでいます。油断しました、並んでいます。油断しました、空いていると思っていたんで。決めていましたけどね、早く食ってゆっくりしたいので、もう移動します。あの味の時計店で行くのもね大変なんでね。お待たせしました。近いんですけどね、行列だと相当な時間かかります。ラーメン浴場か、ラーメン浴場、あそこまで遠いんでね、
味の時計台はね、今日はもう鈴木のあたりで、西角は後日行こうと思うんですけど、デパートも終わります。何でもあります、ね、もともと食ったのでね、一度ね、どうしましょうか。遠くへ行くのが嫌なの。変わり場にいるんです。変わり場のしないの。結構すすきのまで、ね、距離そこそこあります。なんか疲れとか思えばこちらお弁当でもいいです。お弁当ね、何日間か続いたのね。結局ラーメン横丁、ね、行ってないお店にね、かです、ね、なかなか位置がつかめる、ね、一度慣れれば。
歩くと暑いですよ。耳そばはもう想定外です。行列のとこもね、人気あると思えばいざ入ってみるとあまりということもあります。逆寄せでわざと並ばしてるということも結構あるんですよ。あれ裏は私知っているんでね、状況が。何でも行列ってね、作ればいいものを行列してね、お客様をたくさん人気のあるように見せかけてね、そういうやり方ってあんまり嫌いなんでね。いやでも暑いんでね、で扇風機しかありませんから、食った方がいいんだ。今は続きの方か行きます。その人参、ここもなんかありますね。でもなんか聞いたことあるんですよね。なんかこってりとしたね、白味噌で。人参に何か聞いたことある。一人も入っていません。なんか嫌なんで、ね、たくさん、ね、何人かせめて、ね、入っていればいいんですけど、逆にね行列しているとこ一人も入ってない、なんか誤差がありすぎるでしょ。あそこね、まあはい、なんか日本へ見ましてあまり今一つ、ね、なかなか言葉にはどう言ったらいいでしょうか。なかなか難しいですよね。セコマはどこで買ってもいい。私200円でお釣りしますか。毎度のところに回りました。毎度の通りに回りました。これで回りますよ。だいたい位置つかめましたね。また救急車運ばれたところのホテル回りました。運ばれたチンチン電車です。バスが確かに楽ですね。バスが確かに楽ですね。
そうかな、ね、暑い。チンチン電車のね通りまで来ましたね。青函小学校前、ここまで来ましたね。もう迷うと位置がつかめました。位置をつかむまでね、なかなか。結構流れ込んでますね。あれ都会です。サンダルも買えます。ドンキホーテでね、同じものあればいいんです。限界です。これまず牛根先です。24時間営業なんで。久しぶりの都会ですね。なんか田舎から都会に出てきたという。東横にあります。あちらもチンチン電車もある。続けて電車ついています。ガスキーついています。ガスキー金の卵。ここまでね、あ、日光月見ました。夜ですね、ここは。久しぶりの都会。随分と変化ありました。
ニッカウイスキー来ました。チンチンでしょ、あれもあの復刻のね、今度車両偶然に私が見ましたから。色を復刻したそうなんですよ、あの電車ね。引退しましたけど、M の101型の。来ました。ね、ここで一曲ね。タラ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 タついてくだけで私は幸せだった。忘れはしないビビール恋の街札幌。ソフトクリームはね、とりあえず声を掛けられても絶対についてこないでください。はい、いますから、これうち。じゃあどうぞしてみますよ。負けません。鈴木なんか怖くないんだね。忘れはしない恋の街札幌。結局たどり着きました。あ、お店調べます。好みと好みが一応行きましたとこ、まずいとこ、美味しいところ、まあ、老舗もありますけど、チャーシューのねいいところですね。最高、今日は行きません。並んでいますね、ここも。じゃあこんな調子です。並んでます、行列です。大丈夫だと行かない。下が行きます、ね、やれない、油断してました。1年前とはね、比較になりません。ここでもね、行列です。ここも行列です。嫌なんで、こんな松のものこれ
なんか顔普通なの行列とか。行きました。空いてますけど混雑してます。私も端に座ってくる。いいの？いいの？
Yeah.
Yeah, I was actually kind of just waiting for you to meet, just experience. It's like, you haven't. I haven't. I've heard many comments. No, I think I trust you. So Please don't say it. Really?
So give me where you give me any help. Right. Although you feel like complaining. No, not with people. They're just like the outrage machine. Mm. No, turn on the nightly news if I need that. Thank you.
手伝いますね、すぐ座りたいからすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。こういうところ必ず第2話に返すのが原則になって、その外国人の方そのままでも変えられない。
1050円。3年連続ね、ラーメン美味しかったです。味が私の口にぴったり合いました。最初ね、ついていってどうしようかと思いましたけど、少し時間経過してから混んできました。じゃあね、あの西角の西鶴とか言って、西角食いたいのこれあるんですよ。基本的にやらなくて値段上がりますね。以前ランチこれね、6500円、消費税です。これなんですけど、ここに消費税が 10% 加わって7150円。昨年板前さんとお話したら、ここが本店なんです。特上よりも私こちらがいいですね、食べるのよ。結構これありますよ、中トロ2貫となんかトロテッカ14貫ついて、14貫ですよ、これね、トロでしょ、中トロ2貫、白身、これで5貫、4貫ね、ボタン2貫で6、カズノコで7、ホッキ貝で8、アワビ9、ホタテ10、カニ11、ウニ12、イクラ13、アナゴ14で、トロテッカ1本ついて、卵のつまみはこの14貫の中に入っていません、この通りですね、私、数間違えていないと思います。同じ食うならね。まあ、テイクアウト、持ち帰りもできます、まあ、ゆっくり食いたくても持ち帰ってもいいです、まあ、大体のことね、思う方いますけどね、まあ、泊まるところがね、見てご覧の通りケチ、まあ、タバコ吸えるんですけど、ね、タバコ買ったらタバコ吸いながら食いたいですね、久しぶりにね。私はね、その場所場所によってね、常識分けまれていますから、ここはタバコね、食いながら吸っていいんですよ。お酒もね、飲めますし。今日20歳までできませんし、ね、入店も入店できません、ね、大人の店です。まずもあの、まずは何か飲み物かソフトクリームね、まだ空いていたらいいんですけど、まあ、タバコ吸いながら歩いても、私もタバコね持ってきていません、ね、やっぱりススキの一緒なんですよ、なまら一緒。賑やかになりましたけどね。
新体操です。安全なお店は禁止を使いません。キャッチのね、これ札幌市の確か車でしょ。絶対に注意に行かないでください。声をかけられても驚いてください。警察の車だから。警察、警察スマッチスタート行為はね、こんなもんに私引っかかりません。あ、まだ。はい、じゃあここの定番ですね。タイムスピード。じゃあこれね、購入いたしました。3年連続これうまいんでね、食います。さ、そこの交差点で食います。すぐに食うのがいいんだ。あの定番のところね、信号のところに置きながら。いろいろ台があるんでね、いいんですよここで。日課ウイスキーの。まだうまいっしょなんですよ。美味しいんですよこれ。映りません。大好き。なぜ私の顔ね、どのように食ってるか分かりませんから。携帯見ていません。自分で写すと分からないんでね。店の前どのようにね映っています、そんなこと聞けませんしね。あの画面私映っていますから。日課臼杵の前にね、ここはすすきのです、札幌です。日課臼杵のところに私います。有名なところです。怖くありませんか。怖くありません。私は今札幌のすすきのです。三の目じゃありません、こちらは。すすきのにも一言ね、神戸人に近寄るな。ラーメン食ったらね、うまいですね。まあうまいですね。なまらうまいっしょ。上まで映りませんけど。アルミのクソババクソジジイがね、無駄いんですよ、大事。
のやつはなしね、そばがやの。だからね、言いたいのはね、たるみのクソじじクソババアローガーね、おめえら、なめらバカだっしょ、なんですよ。あなたたちね、とてもバカだ、バカだ。何かですよね、札幌ね。札幌は何かですね。あのクラッシュ炊いてね、つらいばかってるでしょ。私これ50分の1は映してますよね。チンチンじゃちゃん見えますと、ここはね、タバコ OK、 タバコ吸えるとこありますか、いいですよ札幌なんて。ありますよ、今並んであげますよ、こっちね、見づらいですよ。札幌28度、この時間暑いですよね、やはりね、28度あるんですよ。これが鈴木のね、チンチンでんじゃない、カーブってことで、まあ、普通の交差点で。下に書いてますよね、市電乗り橋車両進入禁止。私はチンチンね、そのレールの上ね、自転車で走りましたけど、クラクションね、都会ですよね。なんか久しぶりの大都会にね、あの参りましたよね。持たないとこれ倒れますよ。まずね、アイスクリーム食べます。飲み物は飲みたくなって買って帰ります。確かドーンって少し安い。まずサンダルは必須なんで、
ここは札幌なんでね、まあいろいろあります、ね、あるね、道内釧路秋田良さがありますし、根室は根室の良さね、ラウスはラウスの良さ、知れとか知れとか、チンチン電車です。毎度の光景です。なかなか珍しいですね。手紙屋さん、一眼持っていますから、一眼で撮ってます。これはあの RX0 で撮ってます。1台1日電車通過してから私出発いたします。窓ね、開けてきました。もっと戻ってきました。これが本来の程よい、まあ、暗いところから、ね、もう少し、ね、私の見た目ぐらいでしょうか、この明るさが。チンチン電車か。食いました。私はまだ怖いです。でこちらはね、札幌市中央区の鈴木のです。鈴木の交差点いえばね、繁華街です、歓楽街です。24時間眠らない街、言いましたので、最後にね、すすきのからね、一言なんですけど、私神戸嫌いですから、神戸人近寄るの出発いたします。はい、では帰ります。買いました。サイン払ってね、袋を買って持って帰って捨てます。コーラ2本、1本ある。
思ったよりですけど、15分ですね、私の足で。ハマはタマ、ハマって言ってなの明るさ固定して運動がありますね。今日も歩きましたね。結局ねキャリーケース持って歩くよりはまだいいですよ。楽ですよ。まあ、15分だと20分、まあそこの根室のねところでも結局は1時間18分、放送中より4分時間がかかった程度。歩いてると暑いですね。本当異常です。私さっと来てもこの時期涼しいんですよ。普通ならお腹いっぱいになりました。チャーシュー食ったからね、お腹いっぱいになりました。普通のしじみ、ね、美味しいと思いますけどね。まさか味心配しましたけど、ね、チャーシューが結構うまい。それにしじみでしょ。私魚介しじみあさり食べるんでね、嫌いじゃないんで。魚介って硬いものダメなの。硬いもの。だからね、今日なんか眠くなりました。昨日の影響かなりありますね。眠くなりました。しじみのね、好きな方も嫌い、いろんな方いると思いますけど、しじみ結構あのうまいです。向きあの調整してるんですね。疲れがかなり出ているんでね、
あよく堂々で歩きましたからね、まあ、自らですよそれ歩いたのは。誰もこうね歩けって言った覚えはありませんからね、自らね行っているんで。チンチン電車の、冷やせば美味しいんですけどね、休憩室の階段降りて冷蔵庫まで来るの、なんかですよね、青函小学校前です。チンチン電車がね来ています。ですがね、あの女性でも乗車できますから。少しね、鈴木のも少し奥に入りますと、この辺りも静かになります。もう間に合いません。あ、チンチン電車でもね。チンチン電車です。青函小学校前、青函小学校前、おりの方お忘れもないようだと。やはり北海道ですね、一歩入るともう静かになります。虫に刺されてもまだ痒いんですけどね。ね、あの6500円いかがでしょうか。消費税別ですけども、50台なんかもっと高いとこありますよ。最初今、いや敷居がなんか高すぎる、いやそんなことないですよって、いつでも来てください。確かに値段決まっていますからね、時価じゃありませんから。3000いくらのにね、トロつけても結局はね、6000円近くなります。はいね、札幌来ますといろいろね、あります。私少し顔暗く映ってると思いますが、明るさ固定で帰ります。まあこれでね、元気か元気じゃないですかとはよく言われますよ。桜さん元気です
いや元気じゃないんですか。結構もう歩きましたからね。その上にまだもうここ15分やっぱり必要です。疲れてなければね、いいんですけど、今日はもう第一、昨日眠れませんでした。性感症学も上達します。セコマあります。セコマよりも安いです、ドンキの方が。コーラはね、私も安いところがいいです。大量に飲みますから。飲んじゃいけない、そんなことないんですよ、クソバカ野郎。私も最初は飲めませんでしたよ、子供の頃は。コーラはダメです、ファンタスがダメでしたよ。いつの頃から飲めるようになりました。どの水入りましょうか。エンジンのあったとこ行けば間違いないんで、エンジンありました。エンジンです。車のエンジンじゃありません。けど自らね、セルフサービスで何もかも行いますけどね。まあお店の方、人はこれがもうルールなんでね。ラーメン屋さんの食えばね、上の台のところに置く。自らね、テーブル拭く。水は自分で汲み込む。ラーメンはね、目の前のカウンターから受け取る。そんなことね、もう常識ですから。それも放置してなんかね。気をつけて、台の上に。一言、ここ台に置きます。言えばね、それでいいんで。まあ何もそんな、いらっしゃいも、そんな言葉なんかね、いらないんですよ。うまければいいんですよ、それね。あえてもね、食券買ってくださいって。1万円なら、例えば、私はもう了解しませんでしたからね。私もこれ、札幌でね、声小さいって言われるんだよね。神戸でね、私大きなんですよ、うるさいって。ね、どういう性格してるんでしょう、これクソバカ野郎。信号じゃないとこなんですよ。私なんかね、北海道で平気なんですけどね、なんか神戸が怖いです。ほんだらいけませんよ、これ危ないですよ。ここから近くだったんですよ、エビそばのところからね。まあわかるでしょ。なんか眠くなりました。もうさすがに昨日は寝れませんよ、あの雪、あの暑さ。もう今日は窓開けて扇風機かければなんとか寝れます。布団でしょ、何もなければね。エンジンのところにいましたね。ここには人入ってます。結構今人入ってます。先ほどなんか一人もね入ってなかった。なんか怖いでしょいやそれ怖くね思いじゃないんですけどね。ここ札幌なんでね、いらっしゃいますと大きな声でね、一緒にちょっといただきます。多分ね、比較的ね、札幌でオープンなんでね。何も、21です。近くまで行っています。
ます。なかなかね、やはり初回はなかなかね、位置がつかないので、どうしようか、つかないようにですね。ここは札幌です。三宮ではありません。普通のです。暴走していますね、今のね。やはりオレンジですよね、北海道と。夜まで札幌すすきのオレンジですよ、やはりね。これ北海道です。取ります。飛ばしましたね。確かこちらだったと思います。左寄ったりの建物ね、ありますけど間違いないはずです。到着しました。到着です。間違えました。これは普通の、間違えました。私も目どうかしています。違いましたね。よく似ているんで、ね、
はい、こちらです。でも覚えましたね。じゃあまず部屋帰りますね。部屋に入ります。